今日はちょっと変わった形でマイリトルボックスの開封動画になります。届きまして、いつもこんな可愛い段ボールで届きます。私と一緒に開ける感じですね。今月号は、今月号はニューヨークがテーマのマイリトルボックスです。いいね、ニューヨークいつか行ってみたいな。ワンダーウィール、今月はパリジェンヌが大好きなニューヨークにスポットを当てたマイリトルニューヨークボックスをお届けします。ファッションからフードまでトレンドを生み出すブルックリンの魅力など、今知りたいホットな情報をピックアップしました。カップが入ってる、いいですね。 It made me. コーヒーは私を Do it にしてくれるっていう書いてありますね。かわいい。もうコーヒー超好きだからね、マグカップいくつあってもいいですね。これは何だろう、ちょっと開けてみよう。あ、すごい、ジーンズのボタン。へえ、あ、こういう感じで服につけたりね。あ、帽子にこうつけたり、かわいいんじゃない。ちょっとこれジーンズにこれつけるといいね、なんかかっこいい。早速つけようかな。あ、いい香り。これはオムニサンスシャンプーっていう、なんか韓国のあれかな、でも原産国フランス。なんか何かがすごくいい匂いする。で、これもオムニサンスっていうところのコンディショナー、いいですね。早速今日使おう。あ、なにこれ、ネイルのネイルトリートメントだって。すごい、ちょっと匂い嗅こう。綺麗っていうかゼリーみたい。あ、なんかめっちゃいい匂いする。これなんだろう、何の匂いだろう。なんかね、柑橘系かなんかの匂いがする。いや、いい匂い、かわいい。これすごいかわいい。じゃじゃーん、これはマジックソープ。何これ、モデルのようなすべすべ美肌に透明感もアップ。洗顔プラスクレンジングプラスボディ洗浄になるやつだ。あ、なんかありますよね、今流行りですよね。なんか一つで全部の効果がある。あ、なんかね、自然な香りがするよこれ。今月これだけ。今月号正直に言うと物足りない気がする。なんで、何が起きた、なんか足りないんじゃないの、入ってないんじゃないの。そう、もっと多いのにな。まあまあまあ、だってこの辺だってさ、別に300円ショップとかで売ってるしさ。こんなボディソープ、ニューヨークとリンクしたって、これとこれってこと。マグカップ前も入ってたし、でも正直言うと本当にがっかりなんだけど、なんかもっとニューヨークチックなアイテム入ってるかと思った。ぜひね、来月号は期待以上のものをやってほしいですね。なんかね、そんな感じのマイリトルニューヨークボックスでした。バイバーイ。